おはようございます、レイラです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、今日はレイラのモーニングルーティンを紹介したいと思います。ただいまの時刻は7時ちょっと過ぎです。いつも学校がある日は6時ぐらいに起きてるんですけど、今日はちょっと遅めです。じゃあまずは起きて寝る部屋から自分の部屋に来て、家族全員でまだ寝てるので自分の部屋一人では寝てないんですけど、まず自分の部屋に来たら髪の毛をこのタングルティーザーというものでとかします。はい、溶かしたら今日着るお洋服を決めたいと思います。今日は何もないのでちょっとラフな格好にしたいと思います。じゃあこの2つにします。お洋服を決めたらいつもここにかけてます。はい、じゃあ下に行きます。今から顔を洗います。めちゃめちゃ可愛いです。じゃあ今から化粧水します。使ってるのこちらです。あ、これ見えきちゃう朝だな、ね、ちょっと。ちょっとマッサージしながら塗ります。はい、じゃあ次は皮膚科でもらっている薬を塗っていきます。これでレイラのスキンケアは終わりです。次に歯磨きをしていきます。使っているのはこれです。はい、終わりです。はい、今から朝ごはんを食べたいと思います。朝ごはんはこんな感じです。私は野菜生活を欠かさず毎日飲んでます。で、私は緑が好きです。今日のヨーグルトはブルーベリーなんですけど、本当はこのシリーズのイチゴの方が好きなんですけど、イチゴがなかったそうなのでイチゴを買ってきてくれました。ありがとうございます。で、皆さんはパン派ですか、ご飯派ですか。レイラはパン派です。パンの中でもクロワッサンが好きなんですけど、なかったそうなので食パンを今日は食べます。では、いただきます。うん、うん、うん、うん。今弟が起きてきたんですけど、前には弟がいます。じゃあ、ご飯一つずつ食べます。バイバイ。食べ終わりました。ごちそうさまでした。今から着替えに行きたいと思います。はい、着替えました。いつも午前中は勉強したり宿題したり弟と遊んだりします。弟はまだ幼稚園なので戦いごっこをしたり、最近はアンパンマンのギターのおもちゃを弟が演奏して、レイラがハーモニカを吹くっていう演奏会みたいなのをして遊んでいます。でもまだ弟がご飯中なので、レイラがいつもやっているストレッチをしたいと思います。 YouTube でストレッチ動画を見ながら
からいつもやっています。今の動画をすると開脚ベタってできるようになるので、これいつもやってます。反対もやっていきます。これをやると本当に開脚がちゃんとできるようになるので、時間がある人はやった方がいいのかなって思います。いつもやっているストレッチは終わりです。どうだったでしょうか。いつも午前中は割とこんな感じでダラダラしてます。最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。